どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。シークレットネイバー続きをプレイしていこうと思います。ちょっとね、前回ね、まあ、隣人で全滅させることはできたんですけど、まだ逃げ切れてないんですよね、子供側で。でね、動画外で何回かやったんですけど、やっぱね、子供側はね、難しいね。なかなか不利なんだよね。で、キャラクターのなんかスキルとかもいろいろ試してみたんですけど、バガー使いやすい。この子ね、なんかリュック持ってて、なんかね、持ち物が3つまで持てるんだよね。で、あとは発明家、まあこれもうスキンまで買ってハロウィンっぽい、めちゃくちゃ楽しんでるんですけど、なんかね、家の中に歯車があって、その歯車をまあ組み合わせることで懐中電灯とかおもちゃのライフルとかを作れるっていうねめちゃくちゃ有能です。こんなとこにいちゃいけない、確実に。子供でこれだったらもうマジすごいことになりそう。まあ今回じゃあ一旦発明家でいってみようかな。初手発明家でいきたいと思います。いや、逃げ切りたい、マジで。はいはいはい、探偵率高かったけど大丈夫か。ブレイブ、探偵、ブレイブ、スカウト。お、4、3、2、1。だんだん声小さくなっていくやつ、やりたくないのかなってなっちゃうわ、これ。さあ来た。うわ、マジでえ、何、そういう運命なの俺は。もしかして、もしかしてだけど、俺は隣人やる運命なの。めちゃくちゃ字余り、めちゃくちゃ下手くそだけど。またやんの。発明家の隣人ってもう無敵じゃん。こっち無敵じゃん、もう。どうしようかな。まあとりあえずだよ、とりあえず。結構な確率で俺隣人引くな。とか遊んであげようか、俺が遊んであげよう。もうライトも正直いらないんだよな、別に怖くねえし。ちなみになんか発明家だとこれあれなんだね、レベルアップなんか1の状態からスタートなんだね。キャラクターにあんのかな。あ、君いけそうだな。どうも、もうライト、これいないんじゃない、近くにいないんじゃない。しかもバレてないでしょ。いいねー、おい。で、カードキーあったよね。このカードキー、もうライト、俺のもんだ、このカードキーは。よし、さあ行きましょう。あとは、あ、いるね、また一人か。あ、君一人か、もしかして。じゃあもらってくよ。あ、気づかれてるな、気づかれたか。そう、気づかれたか。まあでもいけそう、そこへ行ってももう無理だよ、行き止めだからね。よし、ここいいね、行き止まりポイント作って追うのいいねもう作業ゲームみたいになってるけど。よし、オッケーオッケー、いい感じよ。なんかさ、ハロウィンが近くなってくるとさ、狙ってないのに勝手にさ、動画がハロウィンに寄っていくんだよね。めっちゃハロウィンっぽくない、この動画。何なんだろうね、これ。これがハロウィンマジックか。それとも、ハロウィン近くに出るゲームが、だいたいこういうゲームなのかな。あー、ここ開けられてんだ。なるほどね。上か。上行っちゃったか。待って、俺もうバレてる可能性あるな。ここへは来てないか。どうなんだ。あ、来てないっぽいよね。あ、いやでも開いてんな。いやでも元から開いてる場所か、ここは。扉ない場所か。なんだなんだなんだ、近くにいるぞ。けどまだここにはまだ登ってきてない説があるぞ。どっかにいそう。ここが最初の部屋でしょ。え、鍵まだ一個もだ。いいぞ、意外とすぐ決着がつきそう。ここら辺にはいないと。ここ閉めとくか。よし、んー、どこ行った、どこ行ったんだい。あ、いた、もうライトこれ怖いやつよ、後ろから突然現れるネイバー、マジで怖いからね、調べてる時に。マジ怖だから。よーし、いいね、これくらいサクサクいけるといいね。あと一人くらいかな、レベルアップしとく、せっかくだしせっかくだし、レベルアップ。これパワーワードよね。どこの部屋だ、あっちの部屋か。これ、脳かけ、あ、マジで。いけるな。
けんのいけんの。よっ、もーらい。これラストだったりしない？もしかしてどうだ、勝利来い。いやっ何この手際の良さ。怖いわ、自分が怖くなるくらい手際いい。いや違うんだよ、俺はやりたいのは、俺隣人じゃないんだよ。隣人で逃げるとか前回言っちゃったけど、子供になって逃げたいんだよ俺は。さあ来た、子供側。もう子供側だけで嬉しいおかしいよね、喜ぶところ。うわ、あーびっくりした、能力か。すごい速い、すごい速い。あーそっか、あのね、あの子の能力って周りにいる子供たちもスピード上がるんだよね、走るスピード。なんだ、もう閉じ込められてるのか。で、僕は歯車を見つけていかないといけないんで、しっかりやっていこうと思います。歯車はね、結構ね、見づらいところにあってちっちゃかったりするから、ちゃんと探さなきゃいけないんだよね。お、いいね、カードキー取っていくか。カードキーで開けちゃいますよーっと。よいしょ。怖いな、でも怖いな、怖いな後ろから走ってくるやつマジで怖いんだよな。背後取られたらマジ負けだからね。一応取っとくか。なんもないと。歯車ないね。意外と見つかんないもんなんだよね。ちょっと待って、大丈夫か。何の音、何の音、ガタガタ言ってるけど、なんか謎に怖い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 わー、すげえ怖いわー。ここはあの、あそこと、とここに歯車あったりしないか。ないか、全然ないな。おお、ありがとうね。発明家なのに歯車一個見つけてないからね俺。あ、待って、バナナ。ライトよりも俺はバナナを持っていくぜ。なになになに、なにこれ、なにこれ、え、何が起きてる、今何が起きてる。は、は、え、あーあー、びっくりした、落ちたのか、ここに。びっくりした、何が起きたのかと思った。なんで俺はポットとこれを持ってんだ。バナナだよ、ちょっと待てよ。あー、ないね、なかなか見つかんないね。ここは、ここも開けてないでしょ多分。歯車全然ないな、怖っ。ここ降りてみるか。よっと、歯車ありそうじゃない。お、ナイス、1個鍵開けましたね、今の音。ああいう音がね、響き渡るんだよね。うん、大丈夫そうか。あ、大丈夫、ちょっと待って、やばいな。まさか1人消されたんじゃないだろうな。1人消されたな絶対今。マジか、俺のバナナ光線が食わせられなかったか。怖い怖い怖い、マジで怖いナイスナイスナイス、2個目、いいね、順調だね。あ、鍵、よっしゃ。バナナは俺は捨てておけない。ちょちょ、あの君、俺今鍵取ってるから。 OK、 お、黄色の鍵、やっぱ黄色のバナナが黄色の鍵を呼んだね今完全に。てか歯車1個見つけられてないんだけど大丈夫。 OK、 あと青2個、赤いらない赤いらないかわいそうに。あ、そういうパターンもあるんだね、いらない鍵もあるんだね。めちゃくちゃかわいそうじゃん。やった、俺やっと活躍できるみたいな思ってきたのに、そんな結末。ちょっと歯車全然なくない？あ、待って、いや、いるな、気をつけろ。大丈夫か、襲われてないか。ちょっとでも早いとこ見つけた方がいいな。多分上の方だよね、全然生きてないんじゃないかな。奥奥、3階とか2階とか多分開けれてもないよね、あとほとんど。んいるね、大丈夫かな。ネイバーじゃないか、気をつけろ。いない、何今の音、ピンポーンって聞こえたけど。ここら辺も全部開けてあるね、あさってあるわ。ちょっと歯車がマジで見つかんない。待って、ダブルバナナの施設もあんの。ダブルバナナで行こう、じゃあダブルバナナマンで行こう。あ、ここなんかドア止められてる、開けてみるか。うわ、後ろから来そう、怖い。あ、もう開いた、マジでもう開いたの。これね、ドア開いた時は50秒以内にあの、あ、ここ入らなきゃいけないんだよね、あの玄関のとこに。やべやべやべ、急げ急げ急げ、やばい、一人捕まってる。え、どうした、あ、大丈夫か、大丈夫か、こんなとこに落ちてきたのか。助けてあげよう。これネイバーだったりしないよな、助けたい、そいつがネイバーとかだったりしないよね。怖い怖い、あー、ありがとう、
あの人が最初のランにランくれた人が。センキュー、行こう行こう行こう。ネイバーいる、ネイバーいる、ネイバーいる、ネイバーいる。君だろネイバー、君だろネイバー。うわやばい、ごめん、助けて。ナイス、待って、バナナアタックしよう、バナナアタックしよう、バナナアタック。うらよし、バナナアタック成功。行け、今のうちに逃げろみんな。よーし、あ、大丈夫。あー、そんな、うわーマジかー。あー、でも子供勝利なんだね。入り口を破った時点で子供勝利なんだよ。いやでも今のはなんか勝利って言えないな。よし、じゃあもう一戦やろうと思います。お、ラハンありがとう。ちょっと今回ね、その例のパチンコの子、これ10発しか打てないんだけど、この10発結構効果的だから、このパチンコの子でやろうと思います。さっきさ、発明家要素一切使わなかったね。マジで。あれもうなんでここのドア、あのね、まあとりあえず歯車があって作れるっていうやつですね。はい、歯車が見つかりにくいです。今の検証 VTR です、それの。歯車が見つかりにくいよっていう検証 VTR でした。以上。いいね。うわ、でも怪しいな、なんか。ボットって名前だよ、ボット。怪しくない？そんな名前つけるかね？普通。怪しい。俺は疑ってるぞ、ボットくんのこと。めっちゃなんか騒いでるもん、ボットくん。もしボットくん、ネイバーじゃなかったらごめんね。あ、あ、鍵？鍵の音しなかった今。気のせいか。気のせいか。よし。上開けたね。ナイスー。こっち行こっか。よし。うわ、怖い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 。ボットくんの動きが怖いな。とりあえず上行くか。ついていこう。まあ大丈夫。なんとかなる。どうした？何を見たんだ？あ、ここもマジで閉じられてんの？これネイバーがめっちゃうまい説あるな。先回りされてない、なんか、どん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 。おかげ持ってんね。え、そんなんで破壊できんの？え、そういうことなの？どうした？何があった？ボットくん。怪しい動きしてる。ちょっとここ破壊してみるか、一回。念のため。待てよ。OK。あ、でもここも見たってことなのかな、もしかして。あ、見たから、もしかして見たから止めてた。え、じゃあごめんなさい。非常に申し訳ない。あ、一個鍵開いたね。そういうことなのかな。閉じとこう。バレないように。俺が開けたってバレないように。ボットくんの動きがすごいな。やばい。今のところ何もできてない。ただ彷徨ってるだけ。あ、ここ。見ていこっか。あー、マジで。ほら、待てよ。あ、やばい、外した。待てよ、大丈夫大丈夫。待て、使おう、使おう使おう。待てよ、はっ、やばい、これ銃ダメなんだよね。はっ、よし、やばい、捕まる。あっぶね、ギリギリ。よし、逃げたか。逃げた逃げた。あっぶねー、よかった。これちょっとやばいね。誰だった？何の情報もない、全く無意味な戦いだったね。本当に名前の情報一切ないもんね。マジか。これじゃあちょっと外へ来たついでに小屋行くか。危なかった今、マジでヒヤヒヤしたな。ちょっと1個パンプキンもらってこう。怖っ。見られたと思ってさ、俺のこと狙ってくる可能性あるからね。でも隣人さんに伝えておくよ、俺は見ていない君のユーザーネームを。ああ、もうここも見てあるね。いいね、みんな探索能力高いな。でも結構、あ、ここまだ見てない。でも結構まだ何かありそうだし、大丈夫か。あ、いいね、1番か。でも1番いらないんじゃないかな、どうなんだろう。とりあえず持ってくか。よし、ここはどこだっけ。あ、ここか。ナイスです。あと何個だろう。あ、何の声だ。どっかで戦ってるか、隣人が。ここら辺開けてない、もしかして。意外とそういうわけではない。全部閉じたのかな。でも開けて閉じる意味ないよね、このゲームで。そんな、待って、来た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 。もうロッカーじゃん、完全なるパンクロッカーよ、こっちは。俺に
勝てるやついると思うのか。いや、怖っ。あ、この人 YouTube で動画上げてんだ。俺、デイリーモーションで上げてんだよね、動画。追ってきてんの怖いんだよな。すげえ、すげえ怖いんだよな。あ、あ、ドア開いた、ドア開いた、ドア開いた。ナイス、ナイス、ナイス。いや、いるいるいる、いるいるいるよ。俺の魂のギターを聴け。俺、結局今回何もやってねえ。やばい、ここで活躍しなきゃ。待て待て待て。ほら、よし、当てろ。ギター攻撃だ。ほらギターを投げるな。あ、待って、行った。待て、これ全員が脱出したいから、ちょっとまだ待つか。待て待て待て。いいのか、行って。みんな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 いるよいるいるよ。大丈夫なのかな、行って。いいのか。あ関係ないんだ。やったー、これも全員逃げられたのかな。イエーイ、多分全員逃げられたんじゃないかな。よかった、いい試合でしたね。はい、ということで、シークレットネイバー面白いね。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひこういうことにしてね、また次回もやるかもしれません。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。